分の都合に合わせて働けるというのはちょっと魅力なんでしょうね、これね。そうですね。で、はい、中には原付で、あの、要はちょっと遠いやつ専門でやってるとか、自転車の人が行きたがらないようなちょっと遠いやつを。